田中チャンネルへようこそお越しくださいました。田中チャンネルではいつもですね、私の考えを述べてるんでございますが、今日はですね、私も知らない中ではない田原総一郎さんという人がとんでも発言をしてるので、私はさすがに呆れたんでございますですよ。ザ・コモンズという皆さんもご存知かもしれませんけどもですね、 URL というかホームページがございまして、会員になると、まあ無料で会員になれるんですが、みんなが見れると、私が大変にですね、政治の分析をするときに、参考にというかですね、敬愛をしている田中義嗣さんという国会テレビという CS チャンネルを昔やっていた方がですね、国会探検というこのページはもうこれを読めばですね、今のモヤモヤしてらっしゃる皆さんのお気持ちがきれいさっぱり妖怪できるというかですね、内容なんです。そのコモンズでですね、まあ高野はじめさんもなかなかいいことを書いたんですが、この田原総一郎という方、驚きましたですよ。自民党も民主党も嘘ばっかり、それは自民党嘘ばっかり言ってるでしょう。で、ね、何を言ってるか、民意に沿った政治をすべきだというが、これは間違いだって言って、すごいですよ。民意とは鍵括弧、税金は少なく福祉は充実、鍵括弧閉じがいい、こんなの矛盾している、これが民意だって言ってるんですよ。いいですか、この人すごいですよね。で、高度経済成長期と違って日本は歳入が増えない、つまり税金の入ってくる額が増えない、歳入が伸びないならば増税しかない、増税が嫌なら福祉を削るしかない、いやーね、なのにこういうことをきちんと自民党も民主党も言わないのがおかしいと。自民党も民主党も嘘ばっかり言ってる。国民はもっと怒った方がいい。国民はもっとこの田原総一郎という人に怒った方がいいんじゃないでしょうかね。でもこのコモンズを読んでる人たちはさすがに、賢明な方がいてですね、税金は少なく福祉は充実は矛盾ではなく理想だと思います。説明すべきはなぜ、ね、家計での節約のような企業努力、こうしたことが政治でできないか、官僚ができないかでありますと。国民は、無駄に使われてることに怒ってるんですと。無駄に対する説明責任がないことに怒ってるんですと。国民全てが田原さんが思ってらっしゃるように愚かではございませんって、おっしゃる通りでございまして、田原総一郎さんという方もついに焼きが回ってしまったのかと思いましたら、田原さんだけでなくてですね、ほとんど全ての新聞がですね、暫定税率を上げるのが素晴らしいって言ってたんです。で、皆さん、暫定税率がないと2兆6000億円お金が大損こいちまうって言ってたんですよね。でもこの2兆6000億円に関して、私の友人でもあります森永卓郎さんがですね、大変に賢明なことを言ってまして、なんとアメリカは今年の頭にですね、15兆円分も減税をしたんだと。で、これはアメリカの経済の、まあ、日本が3分の1の規模だとするならば、日本で例えるとですね、5兆円の減税をしていることじゃないかと。これはもうケインズも、ジョン・メイナード・ケインズ、我が敬愛する先生も言ってるようにですね、これはですね、景気が悪い時には減税をして公共投資を増やす、しかしこの公共投資がわけのわかんない道路を作るようなことなのではないわけですよ。ところが、お手洗い不二雄さんという日本経団連会長という方ですね、見たらい不二雄さん、この人がですね、最近は中国けしからーんって言ってみたりですね、増税をしなくちゃ日本はダメだーって言ってるわけのわかんない築地の市場のですね、横の朝日新聞、築地の市場はですね、おせんちのですね、豊洲に行くのは嫌だって言ってますけども、先に朝日新聞は思想が汚染されちゃってんじゃねえかって気がしますけども、この朝日新聞で何を言ってるかというと、消費税を 5% 引き上げて 10% にしないとダメなんだって言ってるんです。で、この人なんと暫定税率が復活したことには大賛成と。2兆6000億円の予算に穴を開けるわけにはいかない、再議決はやむを得ない判断だって言ってるんですけども、これも先ほど私が出てきた言ったですね、森永卓郎さん、森永さんなかなか鋭いでございますですよ。日本はですね、皆さんご存知のようにアメリカがあれだけですね、赤字がいっぱい抱えてても、マイペンライノープロブレームつってんのは何かと、世界中のお金はドルが基軸通貨になってますので、ユーロが基軸通貨になりそうだとアメリカがちょっと意地悪するんで、みんなドルのですね、ちゃんとですね、積み立てをしているわけなんでございますね。つまり多額の米国債というのをですね、紙くずになってしまうかもしれない米国債を日本はなんと70兆円分も持っていたんですよ。で、これはですね、実は1ドルが115円くらいだった頃の為替レートなんです。ところが皆さん今はどうですか？1ドル100円になっちまったりですね、104円だの105円だのって、そんな具合なんでございますよ。すると、この間のですね、為替が変わったことだけで米国債持ってたんで、にゃんと、6兆円から7兆円も為替のですね、差損、つまり赤字っていうか損こいちまったってことなんですよ。
6兆円から7兆円も損壊しまうような米国債をずっと持ってること、もっと言えばですね、堅調な形である、ユーロのですね債券を持つとか、ユーロの外貨準備を持つとか、もしかしたらですね、今ちょっと調子がいいルーブルも持つとかですね、あるいは中国も持つとかですね、いろんなリスクヘッジをすることが大事なのに、なんとアメリカの債券を70兆円も日本は持って、うっしーしーお金持ちって言ってたのがですね、この間の為替差損で6兆から7兆損こいちゃった。損こいちゃったのにですね、それよりも3分の1以下のですね、2兆6000億円の暫定税率分は、増税しなきゃいけないってですね、新聞が言ってる。ところが世論の6割7割の人たちはそんなの嫌だと言ってるわけでございまして、新聞社は世論に背くんであればですね、もう朝日新聞も部数なんか何百万部も出す装置産業、巨大なことやってですね、新聞配達の少年たちを劣悪なですね勤務条件で働かせて、何が偽装請負だ、偽装派遣だって話で、もともと元祖偽装派遣、偽装請負のですね、キヤノン株式会社の小手洗不二雄さんが言ってるような詐欺術はやむを得ないってことを言うんだったら、もうこういう人にだけ朝日新聞取ってもらったらいいんじゃないでしょうか。そしてこのなんとお手洗い不二雄さんはそういうこと言ってるんですよ。必要な道路は絶対に作っていかなければいけないって言ってるんですけど、皆さんいいですか、もう100万回くらい繰り返しますけども、日本の面積は変わらないんです。北方領土が戻ってきたって 1% しか面積が増えないんですよ。面積は同じところで、人口があと40年経つと働く人も暮らす人も3分の2になっていく。今は人口は毎年2万人くらいの減少ですけども、あと数年経つとですね、100万人単位で減っていくんです。で、鳴らすとですね、この40年間で80万人ずつ、東京の世田谷区と同じ人口が減っていってですね、鳥取県の59万人もよりも多い人口が減っていって、面積は変わらないんですから、道路を作り続けて、この国家を壊す、財政も環境もですね、生活も壊すんではなくて、今ある道路の、きちんと電線地中化を行って片側歩道を作ったりですね、あるいはですね、きちんと道路の穴ぼこを埋めるような維持補修、トンネルや橋を点検をして落っこちないかったり崩れないような具合にしていくって、直し始めてですね、新しい日本を創造の層で作っていくってことをしなきゃいけないのに、相変わらずな19世紀のですね、経営者のようなことを言ってるお手洗い不二雄さんだったりですね、横の頭が先に洗脳されてしまったですね、朝日新聞の人たちは増税しようって言ってんです。で、このお手洗い不二雄さんはとにかく消費税 10% にしようって言ってるんですけども、もう一回復習のために言っておくとですね、三菱総合研究所っていうお手洗い不二雄さんも信用してるのかと思ったところが、ちゃんとホームページに未だに書いてあることは、努力をしないで税金を今の消費税 5% を 10% にしたら、あら大変、民間消費は 2.7% 減少ね、国民の GDP は 1.9% 減少、経済成長率 1.9% 減少ってことはマイナス成長になっちゃうってことです。で、このお手洗い不二雄さんはですね、とにかく税金を上げましょうって言ってるんです。基礎年金部分の全額税方式化、これはすればいいんですよ。でもするためにはですね、今は歳入の欠陥が起きてるんではなくて、彼は田中修正さんというですね、私もよく存じ上げている元経済企画庁の長官だった人が言ってますけど、歳入の欠陥なんじゃなくて、もう外にもうおもらしし続けてる歳出欠陥、はっきり言ってずーっと SM 状態でおもらししてるようなもんなんですよ。日本は無駄なお金使って、そこを締めなきゃいけないんで、それが山国で私がいじめられながらもですね、僕は当たり前のことで6年間連続借金を減少し続けると、7年度連続プライマリーバランス基礎的財政収支を黒字化すると、最後は貯金の基金も増やすと、そしてですね、入札改革をして無駄な匿名随意契約のような 99% の談合状態なですね、落札率を、弱肉強食ではなくて切磋琢磨のですね、公明正大な一般競争入札、あるいは直接発注という B2B、B2C をですね、きちんと直接入れることによって、今までの従来の8掛けでできるようになったんで、8掛けの部分の残りの2割のところを借金の返済に使ったり、あるいはもっと福祉や医療や教育に使うってことをやってたんで、こんなこと当たり前の話でジョン・メイナード・ケインズ先生にならなくても分かりきったことなんですね。ですから歳出の欠陥をだらだらもうおもらしをし続けながら、歳入を上からお水を入れたって、下の方がおもらししてるんですから、お水入れたらもっと下痢状態になるに決まってんじゃん、ごちゃごちゃか。で、このお手洗い不二雄さんはですね、だけども少子高齢化の中、子育て奨励の思想は税法にもなければならない、孫子の兵法官を見終わった話でございまして、子育て奨励の思想って言いますけども、さっき言ったようにですね、日本の人口減っていくんです。なぜかといえば女性の人たちはですね、
合計特殊出生率という一生の間に女性が何人くらいのお子さんを産むかというのがですね、 2.07 人だとまあ病気で亡くなったり事故で亡くなったり、お母さんがまあ20代で亡くなられたりなんで、お二人目を出産する前にお亡くなりになられるというようなケースもあるので、 2.07 のですね合計特殊出生率だと大体人口横ばいに日本の疫病の状態とか環境の状態ではなるって言われてるんですけど、日本はどのくらいか知ってますか？なんとですね、日本はですね、なんと1.25という数字なんです。一人の女性がね、普通まあ、結婚してようがしてまいがですね、相手の男性がいなければ子供は生まれませんから、マリア様のような受胎告知ってのはなかなかにゃいわけでございまして、ということはですね、 1.25 とか 1.26 という合計特殊出生率ということは人口はもう減っていくことが明らかなんです。じゃあ人口減っていくっていう前提のもとで、人口が減っていくのに税金を増やすということはどういうことになるかと、働く人があと40年も経てば3分の2になるということは、働いてる人が税金を払うんですから、働いてる人たちの払う額は、負担率はですね、増税をしていけばみんなにまんべんなく人頭税のように分けるわけではないということになると、2倍3倍肩の上に乗っかってくるから、税金なんか払う気がなくなって他の国にみんな若い人は逃げ出しちゃうということになって、赤いパスポート持ってる日本の人はいるので、法務省の管理をする人の人数だけはいるのに、日本はもっと財政破綻になってちゃうっていうことなんでございますよ。ですから子育て奨励というけど、偽装派遣や偽性請負を最初にやってて国会に呼ぼうなんて言った時も、やだよあかんべって言ってた人がですね、どうやって子育て奨励って子供を産むような気力になるって思い込んでるんでしょうか。ということでですね、ずっと話してきましたけど、税金は少なく福祉は充実がいいってのは、日本共産党か社会民主党のようなイデオロギーをですね、未だに引きずってる人たちが言ってるお題目とは違う意味で、田中屋その新党日本はですね、増税なき財政再建ということは、これはもう私が山国でやってきたことなんですから。そしてアメリカにおいても、これも皆さんにも話をした通りで、前にもフリップ見せたんで、今日はフリップは用意しなくていいかなと思ったら、こんなにいっぱい喋っちゃったんで、そろそろフリップをスタッフが持ってくるかなと思ったんですけど、私一人でやってるので、なかなかですね、気が利きすぎて持ってきてくれませんので、もう口で言ってしまいますとですね、アメリカではですね、もう財政破綻の時の1990年代、努力をしないで増税をした上位10州とですね、努力をして、あえて減税をした上位10州、これを見ると1人当たりの税収というのは50州平均よりも減税をしたところは低いんです。ところが減税をしたところはどういうことをやったかというと、高額所得者の減税をしたりしただけではなくて、低額の所得の人にも減税をしたし、あるいは企業も、例えばうちには新しい産業が欲しい、じゃあブルーレイディスクを作る会社、ここにはもう大幅な減税するよって言うと、そういう会社は作ってくれるわけですね。うちにはもうこういう重厚長大産業はいらないよってところには、君たちのところは減税しないよって言えば、そういうところはですね、新たな工場は作らない、こういう形の中に置きましてでございますよ皆様ね。それでそういう形で、いやーやっと届きましたですよ、まあ本当に長崎かどっか沖縄の方から届いたんで、長時間かこれでございますですよ。もうね、アメリカの系統研究所、田中康夫がフリップ見せたんだけど、これ共和党系の研究所なんでございますよ。まあ戦争やろうなんてジョージ・W・ブッシュちゃんみたいなことは言ってなかったところなんで、まあコリン・パウエルさんやですね、あるいはコンドリサ・ライスさんくらいのまあ保守系かなという研究所なんでございますけど、見ていただくと分かるように、1人当たりのですね税収の伸びは減税をしたところは50州平均よりもはるかに低いんです。ところが雇用の伸びは50州平均よりも多くて、増税をしたところは低いんです。個人の所得も伸びてるんです。人口も増えました。それは他の州から移ってきたからですね。で結果としてですね、個人の消費も増えたことによって、みんなでハッピーハッピーウィンウィンウィンということたちなんで、行政というのは皆さん競争がないから匿名随意契約のままなんです。国土交通省の仕事を厚生労働省がやるはずがありません。都道府県においても土木部の仕事をですね、商工部がやるはずがありません。ですから60歳まで解雇もなければ倒産もないと思ってる人たちが匿名随意契約であって、その上にちょこんとですね、官僚やってたような人がですね、知事として操り人形で寄ってくるので、その周りの既得権で生きてるような地元のですね、銀行だとか地元のうんだらだとかですね、そういう古めかしい人たちが都合のいいことをやってるので、税金は増やすだけでちっとも福祉や医療も向上されてないという形なんで、そうやって考えると、もう一度話を最初に戻すと、この田原総一郎さんという方が、税金は少なく福祉は充実がいい、矛盾してる、こんな民意は矛盾してるって言ってるんですよ。で増税が嫌なら福祉を削るしかないね、税金の歳入が伸びないならば増税しかない。なんでこんなに単純な頭なんでございましょうか。本当にこんなコンピューターの二進法もびっくりっていう感じで、そろばんに暗算やる人だってこんなアホなことは言いません。
国民はもっと怒った方がいいってこの田原総一郎さんが言ってますけど、私はこの田原総一郎さんに対して皆さんも少しは怒った方がいいって思いますでございますでしょ。